すげえ、なんかオープニングも変わってるんだ、ワンの頃から。これでもアニメとかになってんの、ドラベースって。ちなみにクオリティえぐいくらい高いねんけど。うーおおドラベースのドラーズのみんなや。で、一応これドラえもんと一緒で、なんか近未来が舞台やから、ちゃんとこの近未来っぽくなってるわ。野球のスタジアムとかが。これ白えもんや。出た、白えもんのこのホワイトカーブな。ジグザグに曲がるやつ。めちゃくちゃかっこいいやん。でもこれなんか漫画であったわ、これ。これでなんかボールがクイッて曲がんの、確か白えもんの。ほら、これで気づくねん、こいつ。昔はなんか不良とかにいじめられてたけど、落ちこぼれやった白えもんが、この自分のこのなんか曲がる球投げれるって才能に気づいて開花すんねや。オープニングすごくないでか、これ。これあのビッグライトでなんかボールでかくされてん、これ。めちゃくちゃ熱そうなゲームですね、これ。で、結局1はオープニングが全盛期やったからな。ちょっとこれ2はね、意外とストーリー自体でなってて面白いらしいんで買ってみましたけど。うわー、大根切りや。いや、かっけー。ちょ、ドラベース2のオープニングかっこよすぎへんか。なんかパワープロみたいに、しかもなんかオープニングコールついてるやんけ。じゃあやっていきましょう。ドラベース熱闘ウルトラスタジアムですね。こちら前回ね、あの動画で出してもらったドラベース1の、まあ、続編なんですけども、どうやらもう全くゲーム性を変えてきたらしくてですね、マイドラーズっていう、これかな、多分これがストーリーモードなんですよ。前作がストーリーなくて、今作からストーリーが追加されたらしい。お、22世紀の未来でも野球大人気。クレモのいる草野球チーム、ドラーズはまだ一勝もしたことがない。そんなドラーズは今日もまた負けていた。俺もたまに草野球とかに参加させてもらうからさ、感情移入できるわ。チームを作ったちゃんと藤子藤雄 F さんのこの漫画仕立てになってる。一回も勝ってないんだぞ。ちょっと待って、これ漫画やん。漫画ゲームちゃうわこれ。そりゃ初めは悔しかったけど慣れちゃった。負け犬根性が染みついとる。慣れちゃった。どうしよう、ちょっと俺 CV ちゃんとやった方がいいかな。いてた、やっぱりここか。ハルドネズミもしないで何やってんね。解散するってマジかよクラ。まあ、チーム弱すぎてな。どうしたんだ、クロちゃんが次の試合負けたら解散するって言うんだよ。もうまた急にそんな固く考えんなよ。草焼けなんて楽しくできればいいじゃんか。俺は嫌だクロ。だから次の試合は全力で戦うよ。出た、この江戸川スタジアムトレーニングタイヤ。おお、なんかでも野球部とかがな、小学、あの中学の頃とかこういうのよく背負ってグラウンド一周したけど、無理やり特訓させられるんだって。これ、あ、でもあれか、これドラえもんの道具のやつやんな。新標新でちょっと高かったけど、ぐるぐるぐる勝手に動き出すんやろ多分これ。あれがほら、こうやってなんかライオンとかに襲われたりとかって、そういうのがハプニングが起きるようになんねんな、これ。なんか漫画仕立てでめちゃくちゃ面白ないこれ。今日上がったばっかり、新鮮な魚だよ。クロちゃん、クロちゃんが空で猛特してたよ。あのライオンバーチャル映像なのにね。あ、バーチャルなんや、あのライオン。へえ。なんかちょっと待って、これ何年前のゲームか知らんけど、背景の方にスカイツリー見えへん。スカイツリーこんじゃなかったよな。大人のクロちゃんじゃない。いや、ミカちゃんこんにちは。これあの主人公のあのあれやんな、ヒロシのなんか幼馴染みたいな。ちょっと怪我してるじゃない。大丈夫、ヒロシ君に知らせとこう。しくられとる。え、これこのままもうなんなん、俺主人公はこの下画面のこの再生ボタン、 YouTube の再生ボタンみたいなの押すだけで終わんのこれ。クロちゃんそんなに野球が好きなんだ。自分のチームを作っちゃうみたいくらいだからね。ヒロシ君もやればいいのに。あ、そっか、でもヒロシがあれだ、まだチームに入ってないんや。もう昔のことは忘れちゃったかな。え、よくお父さんとキャッチボールしてたじゃない。そういえば小さい頃また空でやってたな。でももうあんまり覚えてないよ。ヒロシ、ボール取ってくれ。ああそっか、まだチームに入ってない頃か、ヒロシが。バックホームだ。え、
なんかでも昔コロコロでこのシーンやってた気がする。これでヒロシがバックホームしたらめちゃくちゃレーザービームでみたいな、で思わずクロエムがオファーするみたいな流れじゃなかった？ほらこれ、えギュンギュンって、お前いい球投げるな、これなんか回想頑張ればプロの野球選手になれるぞ、ミカも応援する、こんな過去があったんだ、ずっと応援してるんだから。ちょっと待って、これ漫画そのものか、もしかして。俺が昔コロコロで読んでた内容は、毎日店の手伝いでこんなにすごい方ができたのか、ようこそドラッセ、何が何でも焼き出せるぞ。じゃあ一応契約金2億から積んでもらっていい？第1話いきなり解散？グラウンドをかけて第1話か、よしヒロシ練習するぞ。うん、分かったよ。あのね、ジョー、ごめん、ワンの頃とゲーム性変わりすぎてついていけへん。みんな俺たちのエースを連れてきたぞ。クロ、本当に大丈夫なのか？当たり前だ、ヒロシの方は本物やぜ。じゃあエースの実力を見せてもらうか。誰がピッチャーやったんやろうな、今まで。じゃあ早速始めるぞ。おお、あ、なんだこれ。あ、なるほど、こっからゲーム始まるのか。はいはいはい、でもこれ1でやったからさ、ある程度染みついてると思う、体に。ペンを上から下に、下から上に、あ、ペンでスライドするっての変わらへんねんな。じゃあ行くで。投げます。はい。第1球投げました。あ、いやいや、あの、重くそワンバンでしたよ。始球式かよ。ストライクやった、今のが。行くで。お、入ってるわ、でもちゃんと。今のは低め取ってもらったな。あ、で、ヒロシの位置によって投げるコース変わるみたいな感じ。行くよ。もう一発。今のもバントした気がするけど。はい。いけ、もっと早く、結構早く投げてるけどな。ほら、いいぞ。どうや、ほら、斜めにスライドして変化球、斜めスライド。はい、あ、カーブなった。山本忍並みのスローカーブや、今の変化量すごない、こいつのカーブ。いけ、もっと斜め。じゃあこっち逆にシンカーボールはどう。え、下上下の方向にスライドしてフォーク、そんな格ゲーのコマンドみたいに言われても、下上下下上下フォーク、どう、今フォークじゃない、一応ストライクのコールなってるけどな。あ、今のフォークや、こう、お、フォーク投げるようになった、完璧に。どう、ヒロシにドラーズのバッティング見せてやれ。いやいや、ど、あ、このなんかエーモンドみたいなやつっておったんや、ずっと。何を目指してここのチームにおるんやろ。このエーモンドって結構なんかできる選手じゃなかったっけ。弱小草野球チームになんで入るきっかけがあったんや。ほい、え、打てねえ、打てねえぞこいつの球。ほい、やべ、ちょっとあれか、バッターボックスもうちょっと詰めるか。こう山川穂高みたいにこう後ろのライン、ベースラインギリギリまで下がったろ。ほら、いけ、ちょ、全然打てへんな、どうやってスイングすんのこれ。ほい、ペンを置いたままホーム側に、あ、なるほど、オッケーオッケー。ほい、あ、今ので、うわー、ちょっと三塁線切れたね。行くで、次本気出すからな。ほら、いや、ダメだ、ファールだ、振り遅れてしまう、こんな変化球なのに。行くぞ、来い、おお、センター前、おお、センター抜けた、どうこれ。よーし、ドラーズは強くなるぞ。おお、さあみんな練習するぞ。ヒロシも頑張ろうぜ。悪いがこのグラウンドから出て行ってくれないか。た出た、モンガーズのモンガ、こいつモンガーズのエースやから、さあ早く出て行けよ。何言ってやがる、ここはみんなのグラウンドだぞ。それは昨日までの話、親父がグラウンドを買い取ったのさ。こいつの親父金持ちなんか。だってこのグラウンドは弱小チームにはもったいないよ。さあどうだどうだ。マジか、お前そんな独り占めするなんて許さんぞ。金に物を言わせやがって、この暴力ボンガーズが。ふん、なんでお前らなんかと、絶対に勝ってもし負けたらすぐにでもチームを解散してやるぜ。なるほど、俺らはじゃあこの解散するっていうのをデメリットに勝負を申し掛けたと。面白い、もし勝てたらグラウンドを返してやるぜ。ボンガ君もなんかノリいいな。なったら裸で動画をおいでやってもいいぜ。今のこと忘れるなよ。試合は次の日曜日だ。おう、楽しみになってるぜ。いいな、なんか展開が少年漫画っぽいわ。すげえ。こんなチーム、もう終わりね。
お前エドワードもちゃんとエーモンドもお前は、まあ、もう見せてもうたよ。僕も仕事で帰らなきゃこいつこのタマちゃんみたいな顔したやつは何なん。何エモン今の。俺も店の手伝いか。みんなチームバラバラだな。どうすればいいんだ俺は。え、第一話いきなり解散グランドかけて、なんか街のなんかマップみたいなの出てきたけど、どうすればいいのかな。とりあえずアイコンタッチしていけばいいんか。どちら様ですか。俺鈴江門の友達のクロス。あ、鈴江門ね。鈴様はただいま旅行に出かけています。鈴様お坊ちゃまなあいつ。そんな、おい鈴ぐるるる、うわーやべ、番犬に食われそうなっとる。ドラえもんって確かなんかネズミとか犬が苦手やったっけ。鈴江門の熱血度がアップして星が一つ出ました。なるほど、まあ俺のこの熱い思いをチームメンバーに伝えてやればいいんか。じゃあ次はお前や、ひょろえもん。ひょろ練習しようぜ。黒か。ひょろ見たらわかるだろ、今仕事中なんだ。悪くて後にしてくれ。そんなお魚ください。よろしい。ひょろそれはしゃあないよ。仕事はしゃあないやろお前。ひょろえもんの熱血度がアップして星が一つ出ました。なるほど。でこのデブエモンはぶっ飛んでんなこのゲームマジで。あ、パクエモンや。クロ？ほら早く行こうぜ。ま、待ってよ。パクちゃん遊ぼ。ほらみんなが待ってるからってさ。練習また混んでいくよ。じゃあね。このでもクロエモンのなんかな、一人よがりにみんなついてこれてないという状況がついてるよな。そしたらここは次どこ行けばいい。俺はあれアイコンがなくなっちゃったぞ。ここなんかびっくりマークみたいなのあるね。これイベントかな。お、どうするんだよ。おいドラえもん、どうするんだよこの状況じゃ。あんな約束してもう負けちゃったらもうチームは解散なんだぞ。大丈夫、ヒロシの方なら絶対勝てる。だって練習だって全然してないのに。だってさ、だったらこれからすればいいさ。いやでも1週間ですぐ上手くなるようなもんじゃな、苦労せんよな。ずいぶん本格的だな。ほらほら喋ってないで始めるぞ。アウトを取れ。 S ランク三振、 A ランクアウト。ランク付けあるらしいね。じゃあ S ランクの三振取ります。お前クロエモンなんかお前フォーあれやな。まずインローにズバッて速球投げて、はいよストライクで、あとカットボール、外のカットボールでファウル打たせて、で最後フォークでな。お前振りもせへんやん。そんなやつにドラーズ守れるか。俺のこのお化けフォークでおらー三振やS ランククリアしてもうた。なんでお前喜んでんの。なにこれ、え、育成、え、どういうことこれ。ミートとかパワーとかなんかパワープロみたいになった急に。どういうこと、育成ポイント。あ、なるほど、今のがこっちだっておもろいかも。思った以上に今ので育成ポイント黙ったで、それをこうパワーとかミートに振り分けられんねや。え、じゃあもうゴリ押しのパワーでいこうや。おい、パワー B、 パワー B にしよう。黒いもんのどう。不疲れた、何言ってるんだ、まだまだやるぞ。そうだ、配達に行かないと。練習はまた今度。こら逃げるな育成とかできん、え、なんだ、ちょっと待って。まずヒロシのアイコン。ヒロシ、最近何やってるの。店の手伝いやってよ。のび太のママともう何一つ変わらん、見た目が。いや、ちょっと今は、文句言わないの。わわ全くもう。ほら、黒行くぞ。ヒロシ、でも俺練習が。いいから行くぞ。はぁ、はぁ。じゃあ俺練習行ってくるから。黒、試合に貸したいのはわかるけど、無理はするなよ。俺も頑張るからさ、ヒロシ。よし、頑張るぞ。なんだこれ。お、ヒロシの熱血度がアップした。でさ、あ、さっきなんかお姉ちゃんのアイコンもあったけど、あれは消えちゃったね。おもれ。あ、でエーモンドだ。大事なバットがないね。グランドに忘れてきたね。おい、エーモンド。エーモンドならおらんよ。エーモンド、なんでおらんの。ん、なんだこの汚いバットは。邪魔だな。いで、お前そんなん。ダメよ、人のバット。お前、プロ野球選手でさえ、こう、悔しさのあまり地面に叩きつけてバットを折ってネットで炎上すんねんから。
人のバットなんかお前言語道断や。弁償や弁償。何こいつ、いいぞゴンの助やっちまえ。え、このあの千葉ロッテマリーンズのなんかユニフォーム着たロボット何これ。うわー、グワッシャー、ボコボコにされとる。エイモンド、日本ですごい選手になってくれよ。これは俺たちの確かなプレゼント。うわ、なるほど、母国の仲間たちからもらった大切なバットやったんや。これこいつで打ったボールがフロリダまで届くことを待ってるぜ。フロリダか、任せろ、ビッグになって帰ってくるぜ。そんなビッグになってるぜっつって、いまだにドラーズのドラーズの二軍止まりかお前なあ。あれは、いや、エイモンドどうした、みんな。でもこの辺まではコロコロの漫画であったわこんな展開、俺覚えてるわ。原作に忠実なんやこれ。パク、やっぱり忙しそうにしてるな、また後で来ようか。あれ、クロがいたと思ったんだけど、大変だ、パクちゃん、何どうしたの、エイモンドが、え、大丈夫かこれ。エイモンドがでもボコボコされたら、でもその仕返ししたろうぜモンガたちに。やられっぱなしは許せないやろ。ん、あの後ろ姿は、大変で、ん、どうしたんだトラ、そんなに慌てて。エイモンドが、お、なんか今あれだな、でもめちゃくちゃアイコンあるやん。こいつ誰やったっけ、こいつチビエモンか、あ、ピョコエモンだ。ピョコエモン何してんの、ガガ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 、また後で来よう。おい、ピョコエモン。あれだな、放送禁止になっちゃうけど、なんか目がこうガチャガチャになっちゃって、こう、どこ向いてるかわからんくなってるけど、大変だ。どうした、ピョコ、エイモンドが。おい、ちょっと大変やぞ。お前どうすんの、こんなエイモンドボコンされた場合でええんかよ。パシー、よし、いいぞ、ヒロシ。基本はやっぱりキャッチボールだよな。キャッチボールはいいけど、練習に来てるの俺たちだけじゃないのか、大丈夫なのかよ。あ、みんな今日は用事で来れないけど、気合は十分だったぜ。でもやっぱりちゃんとみんな練習しないと。そうだな、今度の練習には、みんな来るように言っておくよ。え、セーブ。これ何これ、びっくりマーク。モンガーズとの試合が待ってるんちゃうんか。ここでは練習できそうにないな。グラウンド取り戻すための辛抱だ。さあ、江戸川自然公園に行って練習しよう。でも公園とかってなんかバット振っちゃいけないとか決まりあるんちゃうん。来るさ、そんなこと言ったって、これじゃあまともに練習もできないじゃないか。う、待たせたな。え、うわ、エイモンドだ。エイモンド、しかも折れたバットをちゃんと持ってる。奴らは絶対許せない、絶対に勝ってみせる。エイモンド、よし、やってろぜ。まずこの見た目の事情を聞け、お前は。なんでそんなボコボコされてるんか。あ、で、みんなも来てくれた。みんな、これで全員揃った。よし、日が暮れるまでこれ練習だ。お、うわ、ヒットか。でもこれ S ランクできれば取りたくない。ポイントがだって変わってくるわけよ。お前、エイモンドの折れたバットで、でも大丈夫、いけ、いやー、セカンドゴロB ランクじゃ5ポイントだ。まあでもさ、このポイントはエイモンドに使ってあげようよ。エイモンドは守備 F か。じゃあまずお前もパワーやな。そう、パワーさえ上げておけばきっと長打が打てる。野球ってやっぱ長打大事やから、単打で攻めても繋がないと意味がないからね。さあ、そろそろか試合は。おお、おっと、そうだった。おい、トラ、クロちゃん、うわ、なんだトラか。準備はもうバッチリだよ。さあ行こうよ。あ、お客さん、お静かに。お、トラえもんの熱血も上がってってるやん。ちょっと待っての、このピョコエモンもなんか言いたそうにしてるぞ。ピョコはいるかな。ピョコ、これなんなん、工場かなんか働いてんのこれ。俺は何もしてないぞ。よし、今日はもう終わりだ。行ってくるピョコ。あ、ちゃんと練習の準備してくれてないや。うん、クロどうした、ピョコ。いや、なんでもない。さあ行く、ピョコ。よかった、でもなんかみんなの気持ちが一つになったんだ。あ、めっちゃいる。要は全員とこう合流すればいいんかな。おい、ヒョロ。ん、なんだ、黒か。今日は試合だぞ。おう、ちょっと待っててくれよ。今行くからさ。うん、大丈夫だ。よし、行くか。
でもなんか直前でやっぱ俺ついてけーとかっていうやつが一人はおるかもしれんもんな。あれ、なんかみんなのアイコン消えてもうたで。ちょっと待ってな、なんか右に変な、あ、このびっくりマーク何これ。あ、これもう試合始まっちゃうんか。ドラーズ対モンカーズ始まってもうた。この試合ドラーズは負ければ即解散です。 YouTuber の言うさ、俺これで勝てなかったら引退するわ波に信用できない。これはグラウンドを取り戻すための大事な試合だ。そして奴らにおられたエモンドのバットのためにも。まあせやな、絶対に勝とう、絶対勝つぞ。さあいよいよ試合開始です。これはもうガチ試合ん。キギン、モンガーズ連続ヒット、やばい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 、え、ま、負けます。それじゃ何やってんだ、思いっきり投げろ。だ、ダメだ、ぶつけちゃうよ。いや、いいね、もうぶつけて全員潰せばいいね。それに手に力が入らないんだ。なんとヒロシ投手、コントロールに自信がないようです。ヒロシ、お前ならやれる、頼むぞヒロシ。あ、ミッションだ、よし頼む。うわ、モンガーズの左バッターワンとなった。じゃあまず外角低めや、原点や原点、よし。あと一人、ちょっと待ってまだ1回の裏やん。1回の裏07はちょっともう負けじゃないか。インド、よし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 。で最後は殿下の王とお化けフォークや、よっしゃ三振、オッケー。しかもこれで育成ポイントがもらえるから、やったーって、喜んでる場合ちゃうで。課金、これもいったー。え、これはどっち、え、またいつもと一緒か。あ、打ち込まれてるんや。このまま負けちゃうのか。負けぴょこ、負ける。金、黒、え、しまった。うわ、あ、黒サードなんかな。エモンドがそれをカバー取った。レフトがどういうこと、サードゴロをレフトが取ってアウトなんてどういう状況。サード強襲のレフトフライバス。何すんだよエモンド、あいつはまだ試合を諦めてないんだ。折れられたバットのためにもあいつは勝つ気でいるんだ。まあでもプロ野球でもありますからね、ほんと 8点差とかで8回の裏とかから逆転みたいなのあるからな。全然諦めちゃあかん。出てきやがったなヘボダイリーガーよ。アメリカに帰ったらどうだ、ひでえこいつら。いや、ちょっとその包帯でぐるぐる巻きにしてもちょっと出ました予告ホームラン、ふざけやがって。バットな、そうやんな、そんなバットで打てるわけねえんだよ。その通りだと思う、あのバットじゃ無理だよ。待て、トラ。あいつは、あのバットにかけてるんだよ。いや、そんないくら闘志に燃えたげたところで、打てるんか、この俺に。あ、しかも普通に金属バットにやっとるし。くっそ、でもこれは打ちたいな。さすがに。いや、ファールか、惜しい、くっそ。ごめん、エーモンドごめん、打ったことになってるライトを諦めた、もう暮らした。うわー、でもいや、あー、そっか、タケコプターで取られてしまった。ナイスバッティングエーモンド、おかげで目が覚めたよ。よし、みんな思いっきりいくぜ。試合またこれから、諦めないエモンの姿にドラーズは奮起し、モンガーズに逆転。お前どうやって逆転して。しかし初勝利を目前にヒロシが負傷、黒い目がリリーフ。ちょっと一番大事な部分全部省略しとるやん、これ。ツーアウト満塁、最悪戦のピッチに教えてた。オッケー、じゃあ俺がちょっと伏せたるわ、俺が火消ししたる、頑張れ、どうぞ我々を取ります、思いっきり投げろ、よし、負けてたまるか、シュ、お、だ、打球は、あ、レフトだ、やったらさよなら、いや、タケコプターや、俺も、レーモンド、
大事なバットのためにも、仲間やチームのためにも、絶対取る。いや、ボールは取ればドラゴンズ初勝利、負ければ即解散、どっちだ。取ってる。ああ、フェンスより登って、ちょっとうるってきたわ。勝った。やったぜ。初めて勝ったぞ。みんなおめでとう。ミカちゃん。あれ、エイモンドは？ほら、あれ。フロリダのみんな、ジャパンのベースボールも捨てたもんじゃないぜ。グラサン取ったらイケメンやな、俺みたいに。エイモンド、おい黒猫、モンガ、お前ら、やればできるじゃねえかよ。グラウンドは自由に使っていいからな。もっと練習して強くなるよ。なんかいいやつ風に言ってるけど、お前らが折ったバットのことは絶対根に持つからな、お前。モンガ、ありがとう。じゃあ早速、約束通り裸で江戸川を泳いでもらおう。お、やっぱり覚えてた。じゃあグラウンドは自由に使っていいからな。待って、逃げるな。いいね。23世紀ロボット学校グラウンド。はい、今日の授業はここまでです。皆さん、野球は楽しかったですか？野球は19世紀から人気の高いスポーツです。この学校の卒業生にも有名な選手がいますが、皆さんも負けずに努力しましょう。野球か、初めてやったけど面白いな。こいつ誰？いきなり言ってたし、俺って才能あるのかも。俺も将来有名な選手になっちゃうとしてな。よし、決めた。きっと俺も野球選手になってみせるぜ。まずはそうだ、その先輩ってのがどんな人なのか調べてみよう。先生、どうしてました？黒いもんくん。黒いもんって言うんだ。何のことですか？さっき言ってた先輩のことを教えてください。図書室に行けば資料があるはずですが、そこで。わかりました、ありがとうございます。だ。すいません、野球はどこにありますか？野球に関する資料は B28 のコーナーに。ありがとう。ここに資料とか記事があるって言ってたけど、あった。タヌキでもわかる野球ブックだ。野球とわし、ど、ん？の、変な名前の人の本だ。ノラベース、ノライモン長屋。これは漫画か。近代野球名鑑、これだ。これでロボット学校出身のところを探せば。あ、あった。図書室ではお静かに。この人が先輩。ドラーズ初勝利のズ、キャプテン、クロエモン、金鋭。どういうこと？何これ、タイムスリップしたってこと？第一話クリア。今のは過去の話だったってことか。なんか超展開になってる。もう全部黒いもんにガムリしよ。黒いもん、あの一郎みたいにするわ。黒いもんのミーと A、 P と S になった。パワーも S まで上げる。全部黒いもんにぶっぱりいいよな。はい、 OK。よし、これまた次回やります。